お元気様です。クレイジーシューズの平です。本日はですね、うちの生徒で今年、同志社大学の英文学科ですねに一般推薦で合格しましたので、その試験内容に関して、お伝えしないといけないなと思いながら今日までなってしまってですね、明日同志社大学の文学部のですね、一般入試が行われますから、ついでに景気づけだということでですね、はい、ということで明日は同志社大学文学部ですね、入試のはずですので、ちょっと参考までにということでですね、今の高校2年生とか高校1年生とか、一般推薦とかをですね、同志社大学狙っている人もいると思います。はい、ということでこれからはもう本当に私が繰り返し言ってるように、もう一般入試では合格できなくなるよと、もう推薦でガバッと取りますよというふうな話をしていると思います。で、定員は10人でしたかね。はい。定員は10人だったと思いますが、その10人の枠にうちから合格しました。で、この子はうちの英語の先生と国語の先生から習ってました。国語の先生からは主に古文を習ってましたね。はい。ということで、その生徒が通っている高校、一人もというか、推薦では合格してないんですね。一般では合格してます。一般で同志社大学の方に合格してますけれども、同志社大学の推薦枠っていうのがないんですよね。だからよく一般推薦で受かったなということで、はい。まずそれからやっていきましょうかね。はい、ということでですね、一つには、この子は、うちからですね、うちに高校1年生から来てたかな。うちに来てて、先輩が、うちに来ていた先輩が、上智大学のフランス語学科にカトリック推薦枠で入っていったんですね。自分もちょっと上智の、カトリック推薦枠取ろうかなというような形でですね、申し込んだけど学校の方からダメとあなたよりも成績優秀な子がいますからっていうようなことで、残念ながら上智の方はその指定校推薦枠っていうかですね、それ取れなかったということで、どうしようかなというようなことでですね、じゃあちょっと同志社大学の英文学科受けようということで、同志社大学の英文学科は 4.0 以上の評定が必要ですかね。この子は 4.3 以上。うちでずっと英語と古文と習ってたからですね。はい。しっかりそこは、点が取れるようになってて。なおかつ、トイックで600点以上は取らんといかんということで、この子トイック取ってなかったからですね。慌てて、その2週間で、ね、9月の最後のトイックに向けて、たった2週間で、なんとか610点と。ギリギリ600点を超えて610点で合格です。はい。そういうことですね。はい。ということで、英文学科だから、英語の面接試験があるんだろうなと思って、その対策やってたんだけど、実際に英語での面接試験ではなかったということですね。はい。ということで、この子はすごく趣味が 本を読むこと、読書だったので、うちに来ていて、読書が好きな子っていうのはめちゃめちゃ上がります。そういうふうに私が指導してますからですね。1000枚の受験マニュアル、しっかり読んでもらえば、国語の語学力つきますからですね。はい。ということで、ちょっと練習していた英語の面接の練習がちょっとうまいこと外されてしまったということでですね。で、面接試験に臨んでみたら、部活動やボランティアのことを特に突っ込まれるそうなんですよね。だけど、部活動やってなかったんですよ。珍しい。うちに来てる子って大概みんな部活動をやってて、で、部活動をやってる関係で塾とか予備校になかなか行けないということで、うちの自習室を利用しに来てるパターンが多いんですけど、この子の場合、部活動やってなかったんですね。だからしょうがないから面接試験の時には、やっていたボランティアとかで、募金活動とか、そういった話をしていったというようなことでですね、特にその部活動やボランティアは突っ込まれますので、要するに人間力がどれぐらいあるかというテストが行われていくというふうなことですね。はい。さあ、で、内容に入っていきますけれども、一次試験に関しては調査書と志望理由書ですね。1000字で書く志望理由書と、あとは調査書。それを提出して、それで合格した生徒が一次試験を突破して、行ってみたら、10人の定員枠に対して25名ぐらい来てたそうなんですね。2.5 倍だということで、えらい一次試験突破してる子多いんだということで、本人びっくりしてて、わあ、大丈夫かなというような感じでですね。はい。
まあ、しかし10人定員といってもまあ10人以上合格しているみたいなので、まあ、そんなに慌てなくてもいいですよちなことは言ってましたね。まあ、本人はそういうふうに思って、やっていたと。じゃあ一次試験をどうやって突破したかっていうと、まあ、志望理由書1000字ですね、この1000文字の志望理由書、ここが大事だというような部分ですね。まあ、自分の将来について、まあ、書いていきましたと。それから自分の過去について書いていきましたと。それから同志社大学の英文学科の先生が書いている本について書きましたと。もうたくさん読んでる子だからですね、本を、うん、で前にもお話ししましたが、まあ昔の動画見てもらったら分かりますけど、その上智大学のフランス語学科にカトリック推薦枠で入った生徒は、その面接試験の時に必ず聞かれるわけですよ。上智大学のその先生の本を2冊あげて説明しなさいと、話をしなさいということですね。ところが、それ2冊読んでいかなくちゃいけないんだよって話をしていたにもかかわらず、その子1冊しか読んでってないんですよ。で、1冊しか読んでなくて、それで一応上智大学フランス語学科合格してますけどね。はい。なもんですから、その辺ちょっとこの子には、同じ高校の生徒だからですね、もう口酸っぱくそれ聞かれるからねというようなことで言ってたので、逆に先回りして志望理由書の方に、その同志社大学の先生の書いてる本の内容について書いてたということで、おなかなかやるねというようなことでですね、まあ本を読むのが大好きだっていうことだったからですね、まあそうでないと語学系の英文学科とかですね、そういった語学系の学科にはいけないですよ、文学はね。はい、というので、あとは将来のその大学生活について、まあ将来像についてを書いていったというようなことを言ってました。はい。まあそこら辺で一次試験を突破しますというのですね。さあ問題は二次試験ですと。うん。二次試験は論文と面接ということで、まず論文に関してが、やっぱりさっき言ったように、その、まあ英語の文章で聞かれて、英語の文章で答えるみたいな論文かなと思ったら、そんなことはなかったと。うん。日本語で書いてある論文を読んで、で日本語で、書きなさいと。で実数制限はなし。で90分間ひたすら書くというようなことで、まあ、90分間その書いて、内容は、朝日新聞の内容で、ビジョンの必要性を書けというようなことですね。まあ、ビジョンについて朝日新聞で書いてあった記事を読まされて、そのビジョンについてという記事を読んで、ビジョンの必要性を書きなさいというふうな文章で90分間1枚の紙にですね、もう表裏びっちり書いたというふうに言ってましたが、その1枚の紙の表裏を埋めるだけでも時間90分全然足りないと言ってましたね。本当に大変だったというようなことを言ってましたから、たった1枚の紙に、ね、90分もかけて、文字数の制限なしで、ね、書けっていうふうに言われても実際書けないよというようなことですね。はい。で大事なことはこの論文ですね、意見と結論は必ず書きましょうというのですね。でうちの英語の先生が小論文の添削もやってくれているので、まあ、小論文のそういった添削指導とかも受けておりました、うん、ということでですね、まあ、英語学科なんだから、おそらくグローバルとか国際化に関してそこへこう話をつないでいかないといけないんじゃないかなというふうに予想しながら書いていきましたというようなことを言ってましたね。はい。ということで、あとは自分の体験、それから社会の状況とか、そういうふうなことからですね、ビジョンの必要性を書けというふうな問題だったので、まあそこら辺をしっかりとやっていったということですね。はい。ということで、まあとにかく時間が足りないということで、まあ時間を計って、練習をしておきましょうというふうな結論でございました。いかがでしょうか。まあちょっと。10分間でちょっと足りねえなというふうに思いながら、もうちょっと9分になっちゃいましたけどね。はい、まあ、そういった感じで、同志社大学の英文学科一般推薦、うちから合格しました。たった10人しか受からないというようにですね、まあ、全国いっぱい塾とか予備校はあると思いますけど、まあ、なんとかその10人の枠にうちから1人、ねじ込むことができましたということですね。はい、ということで、もうなかなか同志社大学難しいからですね。うん、もう明生立法中カンカン同率なんて言われるけれども、やっぱこの中で同志社がズバ抜けてるからですね。はい、それでやっぱりこっちの九州エリアというか、九州四国中国地方、こっちの西日本エリアからすると、わざわざ東京というか関東に行かないんですよね。やっぱ手近な関西地方の方を狙っていきますから、どうしてもその私としては明生立法中の方がいいと思うんですけどね。
まあ、情報が集約している関東地域に行った方がいい情報入ってくるんですけれども、やっぱちょっとその同志社大学のブランド性を考えるとね、うん、明星立法中に行くよりすら確かに同志社だったら行く価値はあるなと。さらにその英文学科だからですね、他の学科だとかなら分かりますよ、上智大学のフランス語学科とかだったらそれは受かると思うけど、うちからでもその上智大学の英文学科はやっぱその補欠でしか受かってないですもんね。うん、まともに受からんですよ。やっぱ英文学科とかっていうのはもう本当にそれこそ上智とか同志社とかね、よりにもってその同志社ですからね、同志社で英文学科だからもうとんでもない状況なので、ちなみにその子は今ちょっとうちをもうあの合格したので一旦やめて、俺でもう英語のそういう専門塾に今行って、もうひたすら英語ばっかりの今英才教育を受けているところです。はい、ちょっとうちの英語の先生たちもね、もう本当にフル回転で教えてましたからですね、もうかなり頑張ってました。うん、ということでですね、はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。明日、同志社大学頑張ってねということですね。はい、ということで以上です。